皆さんこんにちは特別授業の時間です司会は私山部あかりが担当しますよろしくお願い致しますでは先生をご紹介します専修大学文学部2019年4月に開設するジャーナリズム学科の上村やし先生にお越しいただきました先生よろしくお願い致いします皆さんこんにちは えーと上村やしおです、えー、とジャーナリズム学科では僕は出版とか、まあ、本についてですね今日のテーマにしてますけど本あるいは皆さん方がスマホでもしかして読んでるかもしれないこう、えー、小説家になろうだとか、うん、えとデジタルコミックだとかそ,の、まあ、そういうものを研究したり学生と一緒に勉強しています、はい、今回はジャーナリズムと本メディアの未来を考えるをテーマに授業を進めていただきまますす、はい、では早速おお願願いいいたしししよろくます。 でまああの「ジャーナリズム」ってねあの、まあ、書いてくのと本っていうのとあとえいと思います、うん、えっとそもそもジャーナリズムさっきからねいろんなコメントしてきっとジャーナリスト関係あるよって誰か書いてくれてたけど、うん、そうジャーナリズムっていうと皆さん何思うか、まあ、多分は放送とか局とかアナウンサーとかあるいは新聞記者だとかで最近はねネットニュースとか。 多分こうスマートフォンなんかでいろんなニュースが飛び込んできてああいう人たちも誰かが記事書いていますよねでそういうような人たちがまあジャーナリズムって印象があると思いますでそのジャーナリズムっていうことはですね実は別にこう記者になりたいとかアナウンサーになりたいだけではなくて社会で活躍する人全ての人たちに実は学んでほしいっていうふうに僕らは考えています。うん じゃあ、えー、とどうしてですねジャーナリズムっていうのを考えるためにちょっとみんなに考えてもらいたいんですが問題を解く、はいうん、皆さん方がさあ問題を解きましょうって言われた時にですねどんな問題を思い出すでしょうか、ね、問題解くぞって、ね、そうすると大体皆さんで学校で問題を解くとっていうとそういう問題っていうのはですね多分回答が一つだけ用意されている、うん、ですよね。1 1は2ってねもう一つしかない でえー、とそういう回答のことを何て言うかっていうとだから学校で皆さん方がいつも問題を解こう解こうってやっていると実はもちろん国語でも何でも語種選択だって多分それはつしかないし二つあるといい問題じゃないっていうことになってしまうので基本的に回答っていうのが大体準備されているだから問題を解くって実は今田さんが多分学校で一番やってることは何かっていうと、うん、決められた時間の中で実は 早く正解を見つけることをやってるわけですよねでも大学で考える問題大学で学んでいくべき問題ってどういうことなんだろうかそれは、えー、と言い換えれば私たちが取り組む問題あるいは社会で求められている問題に対する回答っていうのをまあ考えていくその基礎訓練を実は大学で学びますで、まあ、言い換えてみれば世の中の問題とか社会的な課題って言われてるのがありますよねで 例例えば一例挙げました環境問題、うん、ほら環境問題っていうともう学校で学ぶそういう試験に出る問題と随分イメージ違いますよね。うんうん、で環境問題っていうと例えばよく地球温暖化って言われて、えー、とあ正解のない問題って、まあ、ある意味で近いかもしれない<ー>あの本当そう,そう、はい、つまり回答は一つではない環境問題って言われて地球温暖化どうしてなってんのって言われるともう例えばよく氷が溶けちゃって例えば北極雲が痩せ細っちゃう。 あるいは氷が溶けたことによって例えば洪水がなっている問題ありますよねで一方もう一つの問題として原子力発電所って今再稼働するとか今度始まるとかってよく議論になってますよね実はあれほど大きなまあ被害を出した事故が起きてしまったけど事故がないと原子力発電所ってすごく効率いいんですねそして排ガス考えたときにすごくいいんですなぜかっていうと今原子力発電所を動かすちょっとこう 少しそうすると何かっていうとがすごい結局地球の温暖化とかあるいはオゾンホールっていうのはこの火力発電所の影響ってすごく大きいんだって言われているわけですよねじゃあどうしたらいいんだろう火力発電所を止めたら原子力発電所いやそれは危険だよねっていろんな議論をしていくわけですよね。でこういうような問題結局さっき誰かが書いてくれたけど回答あるいは解決策は一つではないこれが実は世の中の問題。 でこういうような問題っていうのをじゃあどう回答していくかっていうために学んでるのが実はある種大学で理論例えばそれは制度で考えようって法律で考えるのかあるいはお金の流れで考えようっていって経済なのかあるいは例えば会社っていう組織の中で実は世の中を動かそうっていう小学部なのかっていろんな理論があってただそれは大切なことは事実っていうのをちゃんと調べてそして証拠を基づいて議論していくっていうのが大切ですよね。 なんかこういうような、えー、と手続きの中でですね一番大切なのは実は行動は一つしかないっていう時に、うん、結局みんなでで決めて1つのの行行動動ををるわけですよねこ共有しまししままょうって書きました、うん、まあ結局それは結果的に多数決をするとかいろんなあるけどいやそうじゃない少数意見も大切だねとかいろんなやり方の中ででも今取る方策は一つだよっていう時にみんなで議論していかなくちゃいけないそれで求められている力が何かっていうとコミュニケーション力。 なんですね、だから実はコミュニケーション力ってなんかこう空気読むとかね「うん、なかいいね」ボタンを押すとかなんか雰囲気見るとかっていうのとはちょっと違ってむしろ自分の意見をやっぱりここでは言わなきゃいけないって思う時に言ったりとかあるいはその結果みんなもみんな中みんなが反対してたりしていいんじゃねえなんて思ってる時にああやっぱそれ問題で,でじゃあやっぱりみんなで行動を起こそうよって動かしていくような力とか、うん、そういうようなのは実は ちゃんとある種の勉強とかに基づいて手にする。だから実は大学四年間ってそういう準備をします。いろんな学部で。うん、で、もっと難しいことがあるんですよ。実は問題を解くことより、うん、さらにここでは大変なこと、あるいはですね、うん、大切なことって言ってもいいと思います。問題を解くことより、はい、さらに大切なこと。なん,なんでしょう。なんだと思います。問題を解く。<ー>え、それより難しいこと。うん、実はですね、それは問題を発見すること、探すこと。 問題を自分で探したり発見することつまり世の中でままだ見つかっっいいってていっぱいいいな問題ぱありますね例えば環境問題だって昔はそんなに思われてなかったからその頃はもう例えばガソリン自動車はバン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 こうなんか CO2 は吐き出すし、うん、あるいは軽く発電所をバンバン出しててこんな深刻な事態になると思わなかった時代があるんですね20世紀。でその頃から警鐘を鳴らす人たちはいっぱいいます。だから まだ世の中で見つかってないな問題あるいは水面下に隠れていて問題化していない課題大切なことを見つけることが一番大事でそのことを力をつけていくそれが実は大学で学ぶことです大学って全てのいろんな学部で学ぶことは実は本質的なここなんですね。でそうするとですね ビジネスの世界でも最近こう言われてるんですよ。時代の変化早いですよね。うん、で、何が売れるかわからない。こういう時ですね。まあ、潜在的なニーズって言い方をするんですけど、えっ、ー、と結局物がすごく売れて景気がいい時は人の真似しててもうまくいくでしょ。だうまくいってる会社をそっくり真似しても何とかなるわけですね。うん、でも今はそういう時代じゃないから、むしろ今のこれからの人は何を求めてるんだろう。先に発見しなくちゃいけない。まさに発見する力ですね。 でまあ、こういうような課題を探し出して人々に問いかける力っていうのがありますあ地球温暖化そうですよね、うん、そういうような問題っていうのもいいいいち早く実は警鐘を鳴らす人たちがいっぱいいますでそういう時にですねまさに正しい情報っていうのを伝えたりとか、うん、あるいは社会が知っておくべき情報っていうのを選ぶまあいろんな山ほどいろんな問題が中でこれが一番大切だから自分は伝えなきゃいけないっていうのを選ぶそしてさらに伝える。 っていうこういうですね。人間によるこう、主体的な作業そのものをジャーナリズムって呼んでいます。ですから、ジャーナリズムって考えると、なんか特別な記者とか放送局に務める人だけではなくて、全ての人が実は持っててほしい。力とも言えますよね。だから。 ジャーナリズムリテラシーってここでは言っています今皆さん方はまあスマートフォンで自分が撮った写写真を世界中にまくこともできるし、うん、あるいはちょっとしたコメントだっていいねボタンとか押せるけど実はそのいいねって押したのがフェイクニュースかもしれないそれはよく分かんないかもしれないですよね、えー、だからもしかするといいねって押すだけであるいはこんな話って危ないらしいよってリツイートすることそのものがもしかするとデマの拡散に手を貸してしまうかもしれないでこういう時代だからこそですね誰でもが正しさを見抜く力 を求められれているわけですねだからもうこれはみんな、まあ、それはだから多分皆さんにとっても今多分こういうことを今でも学んでもらってもいいわけだしきっと学校ではいろんな授業は実はこのことをやってるかもしれないと思います。でいろ順番とするといろんな情報山ほどネットの中ではあるけど本とか あるいはすごく信頼できるあのまあ記事だとかあの信頼できる人の言った話だとかまあもちろん学校の先生かもしれないけどそういうような人たちが実はえと言ってることの中から情報を集めてきて整理して自分なりに考えてそして自分の言葉で話していくってねまあフェイクニュースってねフェイクって嘘ってことだから嘘のニュースって騙されちゃうのね。 なんかそういう情報がネットの中でいっぱいあるかもしれないっていう時に誰かが本当に正しいことを言ってる人は誰なんだろうっていうことをやっぱり信頼されしていく人たちっていうものを仕事としている人たちもジャーナリストだと思いますでコミュニケーション能力っていう言葉を使ってもいいですし、まあ、情報リテラシーっていう言葉は聞いたことがあるかもしれませんしあるいはジャーナリズムリテラシーっていうのはですねまさに社会人として必須だなっていうふうに私たちは考えています。 これから大事になってくる力かもしれませんねそうですねうんそうすると次なんでねさっきあのもう一つのキーワードとして未来を考えましょうって言いましたよね、はい、で未来を考える方法について次考えてみたいと思いますね未来を考える方法を考える <laughs> どうしたらいいんだろうね。それはですね過去の出来事に学ぶというのが一つの方法だ で過去の出来事つまりあるすごく大きな変化が起こってその子どうなったかって歴史はもう分かるわけだからそういう過去の登場においてですね大きな変化が起こった時にその子どういうような対応ができただろうかっていうのを見ていくっていうのが歴史の大事さでじゃあメディアの未来を考えるために過去の出来事ってどういう出来事があっただろうかっていうことですよね。うん 過去の出来事僕はですねそれを文字っていうのが登場したりあるいは文字の流通そのものが変わる時じゃないかなっていうふうに思っています。文字ですすすか文文字、はい、文字です、まあ、手でで手書くわけですよね文字ね、うん、そうでじゃあここでですね、まあ、皆さんにも一緒に考えてもらいたいと思うんですけど、うん、えっと私たちはどうやって考えを伝えているか、まあ、実は僕はここでさっきから自分の考えとかこういうことをってのを一生懸命しゃべってますよね、はい、でここはですね。 えとどうやって伝わってるんでしょうか僕のここのスタジオのここでは。私にですよねです先生の熱い思いと声声で伝わってますよね、まあ、もちろんもう一つはもしかすると身振りがあるかもしれないあそうですねど身振りがあっても随分違いますよね。でえー、とこのの声といいうものが実実はは伝わってる 皆さんにはどうやっってて伝わってるか多分例えばスマートフォンとかインターネットとかを通じて、ええ、あるいはもしかするとスマートフォンだから電波を通してるかもしれないけどそういうようなメディアを通して伝わっています。でも少なくとも人類が長い間声っていうのを使って時代ってすごく長くてどれくらい長い時代かっていうとね100万年くらい。 100万年声だけでもう紀元前100万年からずっと声と、まあと身振り、うん、あるいは言葉ってのを生み出されてで世界各国にそれぞれの言語っていうのが生まれてそれで声だけで伝えてました。でここにはですねこの時代、まあ、あるいはこのスタジオでこの、まあ、コミュニケーション声のコミュニケーションにはですね、はい、ある制約があるんです。制約が何<約>、うん、だと思います この100万年間人類が声だけでコミュニケーションを図ろうとしたら、あるま限界があったと言ってもいいし、制約があったと言ってもいいんですよね。声の大きさ？あ、声の大きさそうですよね。声が小さかったら聞こえないし、ね、だから逆に言うと遠くだと聞こえないですよね。そうですよね,ね。離れればどん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 聞こえなくなってしまうし、ええ、だから実は声って。 そそうう声だけああってそうですね限界がありました、うん、まさにそうは何かっていうと近くないとダメもうそうそう遠かったら<お>まあ今だったらね例えばマイク使うとかあるかもしれないけど昔は大きな声を出すしかなかったから、うん、実はほぼほぼですね同じ空間にいなきゃいけないでしょ同じ場所にいるって言ってもいいしそうですね,ねだから実言うと声のコミュニケーションって同じ場所にいるっていうことが大事ですね。あそれ以外に例えばねあの 言ってくれてる人もいると思うんだけど例えば日本語がわかるとかねそう言葉の壁っていう、ね、言葉の壁って言いましたねコメントもありましたね言葉の壁とっても大事でしたよねだって例えば英語がだったからわからないとか、うん、ね、中国語だとわからないとかっていうことがあるかもしれない、うん、だから単に音として聞こえるけどそれは言語として理解はできないかもしれない実はこれも一つの制約ですよねだからここで僕がとりあえず準備した考え方っていうのは、うん、実は時間もそうじゃないのってことです、うん 実は今日みんなだって実はこれはインターネットで空間はすごく離れてるけど今この僕の話が聞けるのは何でかっていうと実はこの時間に今スマホで見てくれてるからですよね。つまり同じ時間にいるであるいはえと声そのものだったら同じ場所にいなくちゃいけない。でいたわけで,すねでまあいろんなだからさっきから例えば言葉の壁だとかあるいは耳が聞こえないと,とかいろんなこれ全部 回答なわけですね。うん、さっき言った、実は一つの問題に対してえっと様々な回答があって、それはどれもこれも意味を持っているというふうに考えます。ところがですね、私たちはこの制約を超える方法を生み出したわけですね。同じ時間、同じ場所,じ場所でしか成立しない,ない声のコミュニケーションを、うん、こなんかこうこれを超える方法を生み出す。それがさっき言った文字の文字。そうですね。文字に書き留めれば、実は明日読めるかもしれない。 あるいは文字に書き留めれば手紙のように遠くに届けるかもしれない。だから実は人類がまあインターネットなんて今登場するずっと前に、実は文字を発明して紙に記録するっていうことで、もう世の中は大きく変わりだしたんですね。だけど実ると紀元前1500年前だから、あの私たち人類が声のコミュニケーションを使ってたのを1年とすると、実は文字発明したっていつ頃だと思います？秋だとかね。 12月になってたとかっていやそんなことなくて実はこれね12月31日くらいかな,、ね、な人類100万年のうちの、ねえー、2500年だからだからそれくらい文字の発明ってつい最近起こってすごい劇的な変化が起こっています。じゃあそれだすとですね私たちはこの文字によって時間と空間の制約から解放されたけど新たな制約が生まれちゃうんです、はい、あ手紙とかねそう、うん、E メールとかはも,、えー、もう現代そのものですよね。 だけど、実は時間と空間っていうこうやって文字に記録すると、うん、じゃあこう簡単で、これでもうすべて解決か。ってそういかないよね。いかないんですよ。だって、例えば、一つの出来事があったからって、みんな違うように書くじゃないですか。例えば、遠足行くっていうと、遠足の作文ってみんな違うでしょ。そうですね。ね楽しかった。と、と遠,かった遠かった。疲れちゃったとか、ね、あるいはお弁当が美味しいとか、そのことばっかり書くとか。<laughs> それはつまり。 自分がどう書くか、うん、何に関心を持って事実を選ぶのかっていうこととセットなのとさらに人が書いいた文章を理解解するっていう解釈で実は小学校以来皆さんがずっとやってきた作文教育とか例えば文章を読むって読み解くっていうのは、うん、実は一つの同じ文章に対しても あの、どう理解するかとか、様々で理解そのものっていうものを訓練しなきゃいけないので、実は表現っていうのが生まれるわけですよね。だから、逆に言うと、作家がその文字だけで人々を感動させたりしてくれるわけですよね。で、こうなってくる時にですね、もともとずっと手書きだった時代から、多量に複製する技術が生まれたわけです。はい、それが何かというと、印刷技術。そうですね。これなんかもっと最近。 思うとね<ー>だけど実言うとせっせせっせと1枚しかなかったものを多量にに複製してて巻くことがができる、えー、世の中に広めたいっ人実言うと印刷技術が登場してからですね、まあ、いわゆる新聞のようなものが生み出されて世の中にやっぱり起こっていることを伝えましょうあるいは世の中でいろんなことが起こっていることを一か所で学べるようになる、うん、便利な時代が来ます。というのはね 最有ってご存知ですか、うん、あの孫悟空を引き連れて何かお経を読みに行くでしょうあれって昔の学者は手書きの本一冊しかないから、うん、その本を読みたかったら旅しなくちゃいところが<刷>多量にそう、うん、多量に印刷技術が登場したことによって自分のいる場所に世界中の本を集めて勉強するが旅しなくてよくなったの。 すごく効率いいでしょ印刷。こうやって印刷によってですね、実は大量に複製するあるいはその印刷物を届けるっていうことによって世界がどん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 変わっていきます。本当革命ですね。革命。でそれを革命って言います。うん、でこういうふうにコミュニケーションの革命はいっぱい起こってます。で印刷革命が16世紀頃だとするとその後えっ、ー、と出版っていうものが生まれて新聞が生まれたり郵便が生まれたり、うん、実はえっ、ー、と前に実はねあの。 単に新聞だって最初は1週間に1回くらいしか擦れないんですよところが毎日擦れるようになるあるいは郵便が届くことによって毎日届けられるようになるでさらに今度機械が生まれてより多量にするとかさらに電信電話ラジオテレビでこれ電気通信革命でコンピューターが生まれてそして今はデジタル革命の時代だからまさに皆さんにですね僕の声は今ライブで届いてるわけですよねインターネットとかを通して。 でこう次々の革命が起こってくわけですね。でこういうような革命の中でちょっと印刷革命だけ見てみようと思います。はい。 でマルティンルーターっていう人が実は宗教改革ってやったのってまあ聞いたことありますか。えー、と実はですね当時、えー、カソリックっていうのがですねちょっとまあ、えー、とまあ腐敗してるっていうかねすか批判されるところがあってそれは例えばですね、えー、と私は罪深いことをしましたっていうと免罪符って言ってお金を払ってこれ買えば神様許してくれるようなんて言っちゃってたわけですね。でなんでそんなことを言えちゃったかっていうと当時の聖書は手書きだから教会の奥深く鎖に繋がれていて普通の人読めない。 だから神様のの言言っていいるるこことと誰も知らないからななかかうことを信じるしかないでしょでょだからルターは考えたわけでねこんなんじゃダメだって聖書神様の言葉はみんなが読めるようにしようって言って実は、えー、とドイツ語に翻訳したんですね実はもともとラテン語しかなくて読める人いないからそれをしかも多量に、えー、と印刷してそしてラあのドイツ語で誰でもが読めるようにするでもこのねルターが生きてる時ヨーロッパ中で100万部くらい売れているあ売れてるんじゃない広まった。 改革が起こっちゃうわけですねでそれでカソリックに対しててプロテスタントっていうのが生まれていくあるいはドイツ語っていう本が流通するのは実は今まで村っていうのしか知らなかった人たちがどうもその本が隣も読めるらしいよでも川の向こうはダメだね川の向こうは実はラインが上がってフランスって国だと言語違うねっていうことで実は自分たちの言葉のエリアが国なんじゃないかそれまで国家ってローマ帝国だから国家って意識がなかったんだけど 人々の間で下から国家って意識が生まれていくわけですねそれれも出版の影響だ言われていますあるいはもちろん科学技術はどんどんん発達します、ね、優秀な人が一人で全部考えなくて済むわけだから。でさらに例えばアメリカ独立戦争っていうのはコモンセンスっていうものがですねみんなに生まれたからだと言われているし例えば、えー、とアメリカにおける奴隷解放運動の経費、ね、となったのが「アンクル・トムズの小屋」って言われている、えー、と物語が 奴隷の、まあ、悲しさみたいのを伝えることによって、これを支持するっていう。本って、さまざまな社会的な影響を与えたわけですよね。で、こういうような。本っていうものが、まあ、印刷技術によって、出版が産業化する。はい、あるいは、輪転機、産業革命で輪転機が生まれて、より多量にすれるようになる。はい、で、さらに、電話が生まれる。っていうふうに、こう、どん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 発展していくと、結局。 えっと情報の速度ってどん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 早まって、昔はね印刷技術が登場して出版が産業するまで300年からかかったんですね。300年かかってるんですね。大変ですね。300年、<え>まあ最もね言葉の歴史は100万年だから。ええ、でもだん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 変化が速くなるわけでしょう。そう、ね、300年って言うと大体あのおじいちゃんのその後おじいちゃんと同じ職業につけるわけですよ。そんな変化がないか。うん、ところが。 今はどういうういい時代かっていうと文字が紙以外で流通するようになったのが、えー、と CD ロムって登場した、まあ、みんなの言う CD ってのが登場した時だとすると30年くらいしか経ってない<ら>すごい速くなったでしょ。ものすごく早くなってますよね1っよね10分でしくらいでしょ、はい、で,でももっと今早いですよ皆さん今 LINE ってみんな使ってると思うんだけど、うん、LINE って2011年でしょみんなが生まれた時 LINE もなければ Facebook もないんだから。 だけどそういうのが皆さん方が生まれた後に実はどん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 新しいメディアが生まれていてもう皆さん方 LINE 手放せないインスタグラム手放せないかもしれないけどそれって実はつい最近皆さんが小学校の時ないかもしれないこれくらいの速度でどんどん変化していますだからそうすると300年で30年だとまあさっき言ったようにおじいちゃんのそのまたおじいちゃんと同じ書記をつけるけど今は逆に書記をついたって定年まで持たないかもしれないよねってまあもちろんそれはより新しい変化に対応する力が求められている って言ってもいいと思いますあっという間に変わっていきますねそうですね、うん、だから結局ですね印刷技術が登場して複製できる、うん、あるいは本ということで遠くに伝達することができるんだとしたら今皆さん方は誰でもデジタルの複製とインターネットによる流通によってこれ世の中変わらないわけがないそうですよね,ねでしょう<え>じゃあ本当に変わっちゃって本ってなくなっちゃうのって次のテーマ気になりますね気になるでしょう本はどうなっちゃうんでしょうか、うん じゃ、あ本について考えてみたいと思います。ちょっとこれ一つのね。あの考えてください。いいですか？皆さん、ちょっと300ページの推理小説読んでたと思ってください。もうすごい面白い。推理小説ね。どんでん返しにつくどんでん返し。犯人誰だかわかんない。うん、ドキドキしながら読むあ。こういうのありますよね。あ、みんななんかだともうちっと恋愛小説かもしれないね。この2人のカップルはどうなるんだろう？って三角関係だとかって言って、最後に結ばれるのかな？別れちゃうのかな？うん、ドキドキしながらってあるでしょ、はい、で。今回は推理小説だ300ページの本で。 ドキドキしながら読んでいて、二百八十ページまで来た。はい。もういよいよクライマックスだ。ね。で。さあ、いよいよ。この。これが犯人だと思ったら、違ったなんて思っていねえ。どんでん返し来たのに、今度こそ犯人が分かるだろう。って。思うとするじゃない。ね。その時にですね。ふと気づくと、時計がですね。あっという間に夜中の一時。どうですかね。うん、もう。三百ページの本で二百八十ページまで来て。でも、夜中の。一時。え。 どうしようって明日学校九時からあるしって、もう早く寝なきゃいけないねって思うじゃないですか。だ、さあその時に皆さんに質問です。はい、読み切っちゃいますか。あるいはもうその場でパタッ、もうあと二十ページいいってパタッと閉じて寝ちゃうか。ね、皆さんはどっちを取るでしょうかね。はい、A か B かで答えてみてください。 私は読み切りますね。読み切っちゃう。はい。そうですか。もうここはもう最後犯人を読まなかったら分かんなかったら落ち着いて眠れない。眠れない。眠れい。じゃ読み切っちゃいえば A でしょうかね。あ読んじゃうっていう。あ読んじゃ。うっやっぱり読んじゃうかな。お B って読むんですか。とね閉じて寝るっていうのもねありますね。真面目ですね。やっぱり明日学校あるもんね。時間なんか気にしないで夢中で読んじゃってたのかもしれない。あ A A って続きましたね。やっぱり A が多いんじゃないですか先生。A です。 あ、B ね、うん、面白いですよね。はい、で、実はですね、あのまあこの A、B で読み切るか閉じて寝るかって聞いたけど、実はこれたまたま上巻だった下巻があった。どうします？パターン。パターンですよね。<laughs> はい、つまり本当の質問はこっちなんです。どうしてクライマックスってわかったんでしょう？ 先ほどあと20ページなら読んじゃうって書いてありましたね。どうしていよいよ犯人がわかるってわかったんでしょう。<あ>どう,う300ページの本で280ってなってたから。うんうん、だからその280ページでもこれじゃ犯人が出るってわかるよねっていうふうに思うわけですよね。うん、そう。実はなんでわかったかって文字だけじゃなくて本の厚みがあっていよいよクライマックスだって僕たちはわかったわけですよね。 だから実は物語の世界って実は必ずしも文字だけじゃなくて小説の文字だけじゃなくて本でで読んでるから物語の世界に夢中にいるすだから実は小説ってあの本の厚みってすごく重要で作者はあのページをめくるたびにですね実はドッキリさせたいとかっていう人までいるんですよね。だから本ってあの いろんな形と中身ってセットで実は一番最初昔巻物だったんですけど、うん、辞書って登場したときに実は巻物の時代これずっと後に生まれたんだけど巻物では辞書って向かないですよね探すの大変ですもんねあとかいいだったらいいけどねなんかねだとかって延々とめくんなきゃいけないでしょ <laughs>、えー、だからこういうのはこの察したいって形ができると辞書が向くってことが分かってくる、うん、あるいは昔初見台ってなんていうと音頭しかできなかったんです人々だけど声に出さなくて読む目読って 発見されたんですねでたくさん読めるようになるあるいは真剣に読めるようになるってまあ大体小説なんかね音読したらねのどれちゃうしじゃあ電子書籍の時代ほら、うん、時代は変わってくるなっていうことなんですね。で紙の本から電子書籍で変化で何が起こるのかさっき言ったように実は本ってセットだから内容だけ取り出せなかったんですよ。ねあのもう 300ページの本が実は小説2つあるって知らないで読んでたあれこれ突然おしまい」なんて思っちゃったりするってのはつまりやっぱ内容だけが一つ独立してはいなかったんだけど実は電子書籍ってまさに内容だけ分離しちゃって皆さん方はスマートフォンでデータだけを落としてきてまあもう音楽なんかもそうなんだけど実は電子書籍そのものもが分離してしててまってこれだけがネットを通して点々流通する時代になりました。これはははもうビジネスが変わるだってはっっててきり言ってね書店では いらなくなくっちゃうかもししれないでしょう本屋さんってすごく人気があってやっぱりあの本とか図書館ってたくさんの本があってる強さはすごくあってネットの中でこう一生懸命探してもなかなかあの面白い本って見つけにくいけど本棚の前に立つとあこれも面白いこれも面白いって思える、うん、だから実はどっっちもとってもとて大切なんですねでそういうような形の中で実は時代がやってきたから多分こうやって分離することそういうことで世界が変わっていく。 じゃあ最後にです、ね、じゃあ誰がそういうい時代を作るのかって今インターネットの時代で誰もがウィキペディアを変えたり、えー、といろんなものがみんながこうクリエーターになれる時代ですでも信頼あるものを作っている人は誰なんだろうか、はい、信頼っね実は正しいっていうだけじゃなくて実は間違えるかもしれないその間違った時に責任が取れる人たちなんですよ。 そのためには、出版社だとか新聞社だとか、テレビ局っていうところで、ちゃんとコメントする個人の名前で仕事ができるわけです。で、その時に修正しなくちゃいけないっていうことですよね。だから、ネットとジャーナリズムの中で、どっちも大切だけど、ジャーナリズムという信頼あるものを作り出していく。面白さっていうのも、やっぱ今後とも普遍で変わる。 で最後に一つです未来を予測する方法最後に未来って話をしたのでこれについてはいくつも有名な言葉がありますけど、はい、一番最初は多分リン林間ってね第16代大統領奴隷解放した彼が言っています未来ってどうなるんだろうって予測なんかしないで、うん、一番いい方法は何かそれはですね自分でその未来を作り出すんだ 理想的な未来っていうのを自ら作り出すことだって言っています、うん、ですからぜひですね、皆さん方にとって理想的な社会っていうのですね、皆さんの手で作ってもらいたいなと思っていますはい。はい、今回は専修大学文学部2019年4月に開設するジャーナリズム学科の上村康雄先生にお越しいただきました先生ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます受講生の皆さんもありがとうございましたこれで特別授業は以上となります